白起来の失脚とともに、中国当局のファールゴン学習者からの生体臓器買いの実態が徐々に明るみになり、人類の道徳ラインをはるかに超えたこの悪行に人々の注目が集まりつつあります。韓国からの報道をご覧ください。韓国에서는그런행위가용납이되지않고법으로도금지되어있고요우리가그공장에서뭐물건을산다든지끄는거와거의뭐같은개념이라생각을하시면될것같아요저는불법장기적출에대해서는뭐있을수도없는일이라고생각하고있고요중국共産党のファールゴン学習者からの生体臓器狩りに対し、臓器移植に携わる医療関係者らは驚きを隠せません。韓国臓器寄贈院の理事長によると、2005年と2007年の韓国の調査データから、多くの韓国人が中国で臓器移植手術を受けたことが分かったそうです。문제는그것을移植한분들이이제제대로된결과를가지고오지를못한다는것。누구한테移植받았는지정보도없는것뿐만이아니라、여러가지합병증에많이시달리고、특히중국에서부터감염또는그어떤경우는아직사망하시고못오시는케이스도많고해서수혜자측면에서도상당히문제가많고요살아있을때기증의사람이밝힌그런경우에는문제가없겠지만법적으로그런의사가전혀없는상황에서장기를척출을강제적으로시행을했다면은그건아마지탄을받아야되지않은일일까그런생각을합니다多くの医療関係者は本人の同意のない臓器の強制摘出は人類の恥辱だと示します。장기적출을위해서무리하게어떤그룹을골라서장기를적출한다그러면그거는굉장히이제장기이식분야에그윤리적인문제가있는데그걸완전히거스르는거기때문에그런활동이있어서도안되고지금국まあ一言で言うとそれはもう殺人だと思いますね。やっぱり生きてる人からまあ生体移植っていう移植はありますけども、それはもう全く別の次元の話だと思いますので、ちょっと考えられないですね。受け入れがたいですし、やっぱりそういう形での移植医療っていうのはもう全く殺人だと思います。医療関係者らは中国共産党による生きたファールゴン学習者からの臓器摘出を非難し、また国際社会のさらなる注目を促します。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府危险，这是王党大于家吗？